こんにちは、金井博です。今日は自己啓発系の本について話をしたいと思います。いろんな自己啓発系の本があると思うんですけど、私が結構影響を受けたもので言うと、まずアドラー心理学の嫌われる勇気。何年か前にかなりベストセラーになった本です。で、この嫌われる勇気なんですけど、もちろんすごくいいことも言っています。目的論 例えば、この本の中で言われてるのは、赤面症の人ですね。赤面症の女性が出てきて、その人が精神科に行って、私は赤面症なんです、赤面症だから好きな人に告白できないんです、みたいなことを言うと。でも、アドラー心理学の考え方で言うと、この女性は赤面症っていうことを口実にして、告白する勇気がないんだ。赤面症だから告白できないっていうふうに理由をつけて告白をしないでいる。だから告白をしたくない、それで傷つきたくないっていう目標があるから、赤面症っていう理由をくっつけてるんだ。っていうのが目的論。赤面症という原因があって告白できないんじゃなくて、告白したくないっていう目的があるから赤面症っていう理由を持ってきてるっていうのが目的論。これもいいと思いますし、あとは課題の分離っていうやつですね。他人の課題は他人の課題、自分の課題は自分の課題、それを分ける。自分がしたことに対して相手がどういうふうに思うかっていうのは相手の課題だから、その相手からどう思われるのかっていうのを過度に意識してはいけないっていうことだと思うんですけど、この課題の分離っていうのが結構厄介だと思うんですね。あと、このタイトルの「嫌われる勇気」っていうのもちょっと誤解を生むところで、もちろんこの本をちゃんとしっかり解釈すればそういうことは言ってないんですけど、嫌われてもいいんだっていうふうにこう捉えちゃう人がいると思うんですね。嫌われてもいいんだ、他人には。どう思うかは他人の感情だから、自分は自分で生きればいいんだ。で、それに対して相手がどう思うかは相手の課題だから関係ないんだっていうふうに短絡的に捉えちゃう。これすごい危険だと思います。もともとすごくいろんなことに気を使って、人から悪く思われないようにすごく気を使って生きてきたっていうのが普通の一般の人々で、こういうふうにある意味で過度に人に気を使いすぎてきた人からすれば、この嫌われる勇気、課題の分離っていう考え方はすごく有効だと思います。今までこう背負ってきた重荷を下ろすというか、そういう側面があると思います。でも、この変わった人たちっていうのはこの逆をやってきたわけですね。人からどう思われるかじゃなくて、自分がどう思うか、自分が正しいって思うことをずっとやってきたんです。だからいろんなトラブルが起きてきたわけ。もう嫌われる勇気は持ってるんですよ、最初から。嫌われる勇気があるからこそ我が道をずっと進んできたわけ。で、こういう人生を歩んできた人がこの本を読んで、こう短絡的な解釈をすると、さらにその「Going my way」の「俺は俺なんだ、人は関係ない」っていう生き方が強化されちゃうんです。ってことはより一層嫌われますよね。自分の人生がうまくいってない、なんか解決のヒントがないかって思って自己啓発を読んでるのに、自己啓発を読むことでその自分の中の変な部分がさらに強化されちゃうんです。私の経験で言っても、この本を読んでからより一層その自分の偏った傾向を貫くっていう側面が強くなったような気がします。もちろんそれはこの本がいけないっていうことじゃないです。この本自体は素晴らしいことを言っています。ただ、それを読む側の人間がそういう解釈をしちゃったり、もともとそういう傾向を持ってるとそうなる可能性があるっていうことです。この本のせいでは全くありません。
だから私たちが読むべきは嫌われる勇気じゃなくて嫌われない勇気なんです。嫌われない勇気をむしろ持たなきゃいけない。どうせ自分は失敗ばっかりしてきた、トラブルばっかり起こしてきた、人からはよく思われない、だからこれからもどう思われてもいいやじゃなくて、どういうふうにしたらじゃあ人から嫌われないのか、悪い感情を持たれないのか、それをしっかり研究して実践していくっていう勇気を持たなきゃいけない。我々はね。だから嫌われない勇気が大事だと思います。で、そういう意味で言うと、古典的な自己啓発の本で、道は開けるでしたっけ？何冊かありますよね、シリーズで。まあ、道は開けるだったと思うんですけど、あれがいいですね。すんごい基本的なコミュニケーションのことが書いてあるんですよ。例えば名前を覚えると。で、挨拶する時もちゃんと名前をつけて呼ぶとか、あと笑顔のことも書いてありますよね。笑顔で人に接するとか。すごいいいことが書いてあるんです。道は開けるだったと思いますけどね。だからちょっと偏った人っていうのは嫌われる勇気じゃなくて道は開けるを読んだ方がいいと思います。あの本にはまさに嫌われない勇気とタイトルをつけてもいいような内容が全部書いてあります。あれを全部実践していけば嫌われないと思いますよ。結構読んできた本で形成されちゃうところが多いんですよね、我々は。で、あと結構古い本が好きだったりするんですよ。私なんか特にそうなんですけど、古本屋通いが趣味だったりするんで、こう何十年も昔の本とか戦前の本とか明治時代の本とか、なんかそういう古いものが好きなんで、そういうものばっかり読んでるとどん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 価値観がこうずれていくんですよね、現代の感覚と。で、その本が書かれた当時っていうのはその価値観でよかったかもしれない。私がよく言っている女性化する前の社会、江戸時代の価値観 武士は食わねど高ようじみたいな、人間は内面が大事だみたいな価値観ですよ。で、その本が書かれた当時はそれでよかったかもしれないけど、時代っていうのはどん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 動いてるんで、その動いてる方をしっかり見つめていかないと足元をすくわれるんですよね。私が本当にそうでした。その古いものばっかり読んでて、古い価値観にこう凝り固まっちゃうんです。それはそれで持ってて、今の価値観も持ってて、うまくそこで折り合いをつけていくっていうのが本来の姿なんですけど、こっちが正しいと思っちゃうから。だから読む本には注意ですよね。まあ、読む本が悪いんじゃなくて、それを受け取る側のこの解釈の偏りっていうか、そこが問題だと思うんですけどね。ちょっと古い本を読みすぎたなって思います、今思うと。まあ、逆に考えると、現代の感覚についていけないから、その過去の本ばっかり読んでたっていうのもあるんですよね。こっちにちょっと違和感を感じてたっていうか、こっちがなんか自分に合わないから、その古いもの古いものっていうふうに求めていったっていうのはあるかもしれません。嫌われない勇気が大事かなって思います。嫌われない勇気、それをしっかりやってった上で、それでも嫌う人はいますよ。全員とは仲良くできないので。よく言われるのが、2割の人は何をしても自分のことは嫌う。2割の人は何をしても自分を支持してくれる。で、残りの6割は無関心っていうのが言われますけど、そういうことだと思います。ただその2割の、ただその好かれる人っていうのが別に2割である必要はなくて、もっと割合が多くてもいいと思うんですよね。どん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 一定数の人から嫌われる、好かれないっていうのは承知の上で、でも自分を好いてくれる、好意的に受け止めてくれる人を増やす努力っていうのはできると思います。これもオール・オア・ナッシングの考えというか、
極端なんですよね、この思考が。白黒思考。2割の人から嫌われるんだ、どうせ。どうせ一部の人からは好かれないんだから、みんなに嫌われてもいいやっていうふうに、こうなんか極端に捉えちゃう。じゃなくて、なるべくその嫌う人の割合を少なくして、応援してくれる人の割合を増やしていくっていう前向きの思考が大事かなと思います。まあ、今本当に日常で接する人の数っていうのがすごい限られていて、限られているからこそそこでストレスを感じることもないんですけど、やっぱりそれっていうのは自分にとっては甘い環境だなっていうか、鍛えられない環境だなとも思っています。ストレスはないんですよ、ほとんど。って接する人の数がすごい限られてますからね。10人くらい、その10人くらいと仕事上でうまくやっていけばいいんで、それは簡単ですよ、そのくらいの人数だったら。でこれがどん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 増えて広がっていった時に、同じようにやっていけるのかっていうところだと思います。本当に世の中にはいろんな人がいますからね。価値観も考え方も性格も偏りもいろんな人がいるので、一部の人の前でうまく適応できるけど、ちょっと自分と違う感覚の人が出てきた時にぶつかっちゃうっていうのは、やっぱりまだまだそのチューニング力が弱いというか、チューニングする柔軟性が自分にないっていうことだと思うんです。だからどんな人とは言わないけど、ある程度いろんな人と合わせていける、チューニングできるっていう、柔軟さですね。昔仙石さん、民主党の仙石官房長官が柳越しって言ってましたけど、柳越しですよ。だからね、強硬外交はダメです。弱腰もダメだけど強硬もダメですよ。柳越しじゃないですか、その使い方が正しいかともかく。柳越し、折れないっていうこと。カチカチはダメです、ぶつかるから。俺はこれで行くんだ、これが俺のスタイルだ、流儀だってバーンってやっちゃうと、そういう傾向の人とどこにぶつかりますし、強くね、普通の人とも摩擦は起きます、ぶつかんないにしても。で柔らかくいるってことじゃないですか。そうしたら何が来てもこう、シュッ、そうっすねそうっすねが大事ですか。そうっすね、わかります、ですよね、これが大事。どうしても譲れないことはそれは主張してもいいと思いますけど、そんなことってそうそうないと思いますよ。どうしても譲れないことってあります？そんなにそのなんか基準が低いんじゃないですか。ここまで来たらもう言うみたいな。私も良くないと思いますよ。言いたくなっちゃうんですよ、自分の考えを。いやそうじゃなくてってここまで出かかるんですけど、我慢できることが増えたなと思います。前より、ここまで出かかるんだけど、グッと抑えて、そうですねって、分かりましたって言えることがすごく増えたなって思います。前だったら絶対言ってたなと思うんですけど、自分の考えとかいらないんですよ。それは本当どうしてもの時じゃないですか。基本的には受け入れる、主張しない、いらんことを。いらんことは主張しなくていいです。ぶつからないってことが大事。社会に適合するっていうのが一番のテーマだって前の動画で言いましたけど、そうなんですよ。自分の主張を通すことが目的になっちゃダメなんですよ。それが通ったとしても、それで幸せなのはあなただけだから、自分の主張を通すことが大事なんじゃなくて、ぶつからないことが大事。どうすればぶつからないのかって考えたら、
自分が発する言葉、その内容、その言い方、伝え方っていうのも変わってくると思います。ぶつからないことが一番大事、トラブらないことが大事そうじゃないですか。何でもよく言ってることはすごい正しいけど、そういう言い方はどうなのかなって感じることは多いですよね。私もそういうことをしてきたし、人から言われることも多かったです。まあ、もちろん機嫌が悪かったのかもしれませんよ。余裕がなかったのかもしれない、イライラしてたのかもしれない。ただその言い方はあんまり良くないんじゃないって思うことは自分も多かったので、じゃあ人に対してもそういう言い方はしないようにしようって思います。まあ、もう前から思ってましたけどね思ってもできないんで。我が愛護っていう言葉がありますよね。我が愛護、もうこれに尽きるんじゃないですか。穏やかな顔をして優しいことを言ってればいいんですよ。強い口調で何かを言うっていうのは本当に3年に1回くらいでいいんじゃないですか。そんなことありますかね。そもそも強く言わなきゃいけないことってありますか、そんなにほぼないと思いますけどね。こうしなきゃいけないっていう自分の信念があまりにも強いから、そういう強い口調になるんじゃないですか。うん、この信念が消えたら、あ、どっちでもいいやってなるから、あ、自分はこっちだと思ってたけど、あ、そっちもいいね、じゃあそうしましょうってなりますよ。対立軸が消えるから、自分の信念がなくなると。論語の中にこういうやり取りがあるんですけど、その司教っていう、日本でいうと万葉集みたいなすごく古い時代の詩を集めた司教っていうのがあって、まあ300個くらいの詩が収められてるんですけど、その孔子の弟子がその司教300編の真髄は何ですかみたいに聞いたら、孔子は思いよこしまなしって答えたんです。すうしえ、思いよこしまなし、これですよ。思いよこしまなしっていうのはこだわらないってことです。信念を持たない、変なね、変な信念を持たない、こだわりを持たないで、何かを強く主張するのではなくて、こうやって柳越しでいつも穏やかにいるっていうことです。それは私の解釈ね。思いよこしまなしっていうのは、私が論語をこの年になって読んだ時にガッて刺さった言葉。まあ、10代の時にも軽く読みましたけどね、ざっと日本語訳とかは。でもその10代の尖ってた時っていうのはまた全然違う言葉が刺さるんですよ。でしかもなんかそれをまた変な解釈するんですよ偏ってるから。でその論語の言葉を自分なり、論語とかそういう古典の言葉をまたその自分の変な解釈をして、それが信念になって、こういうふうに生きなきゃ、こういうふうに生きなきゃって自分を縛るんです。縛ってきました。それでうまくいってんならいいですけどね、うまくいかなかったんで、それは間違ってたっていうことです。はい、間違ってたのがいけないんじゃなくて、間違っていいんですよ、全然。間違ってください、若い時は。いっぱい失敗すればいいんです。昔私が、まあ、当時の私よりは20歳くらい上の、当時40代のある方に言われたのが、失敗込み込みでいいんだよって。込み込みっていうのは、あ、失敗込みでってことね、消費税込みと一緒で失敗込み込みでいいんだよって、誰も困らないからって言われました。そう、誰も困らないんです失敗すればいいんです、若い時は。でそれをもう若くないっていうか、ある程度の年になった人たちはそれを、その失敗を温かく
受け止める。ああ、俺もそういうことあったなって大きな心で受け止めるっていうことじゃないですか。だから若い人は失敗していいんです。失敗してください。で、その失敗の中から何を学ぶのか。俺は悪くない。俺は間違ってないよ。死ぬまで貫くのか。自分もこういうところが悪かったな。ここは自分の弱みだからそこを直していこうって思うのかじゃないですか。それはどっちを選んでもいいですけどね。どっちが幸せかじゃないですか。自分が。どっちを選んだ方が自分が楽か、幸せかっていうことを考えれば、まあ、判断に間違うことはないかな。だからもう主張するのは やめました。自己主張はしません。特に仕事上はね。仕事上はしません。だいたい仕事上のトラブルの原因は、そのいらん自己主張ですからね。もうしないって決めました。まあ仕事に限らずですけどね、普通のプライベートの人間関係もそうだと思います。いらん自己主張はしない。よっぽどの時ですよ。よっぽどの時、どうしてもってことがあればそれは言ってもいいけどね。まああと言い方ですかね。どういうふうに言ったらぶつからないかっていう言い方を考えていけばいいと思います。今日は以上です。